こいいわこれ。ちょっとねブレーキのねこれねライナーがねこう通ってたんだけど、さっきね営業のね電話をね出ようと思ったらこのライナーがトゥルってね取れて、今こういう風な感じで出口を今ね探しながらケーブルの調整をしております。もうちょっとでできるこれだけ今。やっぱね最近夜中暗いんで明るくしました。おお FD って眩しいな、三脚ね、はい、よいしょ。あ、こんにちは、エレファントサイクルです。ね、さっき思いついたことがあって、自転車屋プラスラジコンプラスグランツーリスモ、それを融合したショップはね多分今のところ全国でないと思うんで、僕はねそれを目指します。グランツーリスモ、まあドライブシミュレーター買うとあれ400万するけど、まあグランツーリスモあったら1台あたりだいたい30万円ぐらいでいけると思うんで、じゃあ2024年はねグランツーリスモ、ラジコンプラスグランツーリスモで頑張っていこうと思います。仕事しろ、はい。ということで、僕、まあ、5日間ずっとね休んでたんですよ。インフルエンザで40度で寝込んでて、体温ね40度 でその間なんかできることないかなと思っていろいろ探してた時に、まあ、今までカスタムした自転車を1個にまとめるページがあったらいいなと思って、それでそのページを作ったので、まあ、これからエレファントサイクルで自転車注文する人、あと、まあ、エレファントサイクルでどんな自転車組んでるのかなみたいな、そういうのが気になる人はぜひこのチャンネル見てこのページを見てください。うまくまとめた。まずこれホームページね。あ、ちなみにプチプチはね最近オンラインショップの発送が多いんでプチプチ買いました。ここねバイクカタログ、バイクカタログっていうところは、これ今パソコンで見たページになりますね。バイクカタログというページがあるので、ここを押すと、まあ、今までカスタムした自転車とか、ね、何台かね写真撮り損ねてるのもありますけど、思い立って写真をとどめたものをいくつか、もう30台ぐらいかな、これ紹介します。これスマホで見たらどうなんだろう。スマホで見たらスマホで見たらこんな感じなのか。パソコンで見た方がいいな。これがねどんどん増えていきますから、だから今後もエレファントサイクルでの歴史を一緒に刻みたい方ちょ僕映ってるぜひぜひお店でカスタムしてください。それでいい写真撮ってバイクカタログ乗っていきましょう、はい。もう年末か、年末かって言っても来月あれか1月か、はい、という話でした。バイクカタログねお願いします。でメインで扱ってる自転車は、まあ、パナソニックね、パナソニックと、プサーリー、オールシティ、スコット、小径車のバーディー、オールシティはなくなっちゃった、あとなりふりの自転車ですね、あとハンドメイドの、コーナーバイクなどなどやってます。今言った中でないやつは、まあ、お客さんが、まあ、持ち込みでも大丈夫です。フレームだけ買ってここに持ち込んで、ここで一緒に相談しながら組んでもいいし、あとはペイントもできます。ペイント、カスタムペイントもできるし、ペイントはだいたいねサーリーのフレームフォークでだいたいね8万円ぐらいになります、単色のね。で出すとこは単色だったら角脇コーティングが僕が一番いいと思ってるんで、そこに出したり、ウレタン普通の単色のちょっとでもちょっと剥がれてもいいんだったら、まあパウダーじゃないウレタンとかのペイントもできます。
あと県外のお客さんもやっぱり、2023年の8月ぐらいから自転車をね、まあなかなか、送るようになってて、西濃運輸の自転車便っていうのがあるんで、あれをね、お店段ボールで買って梱包して配送するようにしてます。あれが送料がね、やっぱ安いです。東京までだったら僕の手間賃込みで大体1万5000円ぐらいあります。というとこです。で、今からね、このなかなかね、なかなかね、通らないんよ、これが。これ何が僕苦戦してるかっていうと、これね、今、後ろブレーキのね、管を通したんですよ。こっから入って、こっから出るんだけど、パークツールのこの磁石でね、沿わしてこうやる、まあ、道具があるんだけど、黒マリだからね、もうついちゃうっていう。ちょっとね、苦戦しております。もうちょっと1時間、まあ他のことやりながら1時間かかってるから、一旦今日はどうしようか。まあ諦めたらね、そこで組み立てそこで終了なんで、まあ諦めないように、ただあと1時間やってダメだったらちょっと切り替えて他のこと、まあ、ブリーディングもできるし、まあ、フロントのあれと、あともうバッテリーも来てるし、まあ、充電して、てか DB があれか、まだ使ってるんか。をやっていきます。かっこいいね、これね。このクリスキングのホイールいいわ、これ。チューブレスめっちゃしやすい。チューブレスってなんかパンパンパンってイメージあるけど、全然ない、それが。スコッって感じで、ね、優しいフックレスはね。今、シーラント入れて今なじましてます。タイヤが、やっぱね、シュワルベのね、プロワンね、700の 32C です。かっこいいね。フォークが CX だからインセット7を使ってます。これ油圧にして、これ DI2 で今からやっていきます。いや、皆さんどうですか最近、どうですか最近とかって。で、これがある程度、まあ仮完成していくと、来なかったの今日部品、これ BB 今日来るはずなのに、今日来るのにな、 BB やってくらん空港かね。で、これオールシティ、ビッグブロックやって、ゴリラモンスーン組み換えでしょ。あとオールシティのサンダードーム、これちょっとバーテープなかったんで、お客さんに今連絡して返事待ち。スコットね、これもちょっと待って、もうできない今。あとイーストのホイール組があと4セットくらいか。あとスコットのマウンテンバイクね、復活させますから、復活して、まあ僕が乗りながら中古で販売しようかなと思って。で、もしこのパナソニックのこのフレームも、もうちょっと僕もういらないというか、いっぱいいるけど乗らないんで、もしどうしても乗りたい人いたらこれ売ります。590ね。ミッドナイト、ちょっとまだ BB が入ってきてない。今年無理かもしれない。全然返事ない。という楽しいカスタムをします。これもできれば今年中にちょっとやりたい。もういつでもいいよって言われてて、ちょっと僕の気持ちが許せなくなってきたんで、今年中になんとか嫌です。じゃあ続きやっていきます。あとね、バイクカタログね、よろしくお願いしますね。バイクカタログね。